どうもこんばんは、ゆうです。栄冠9実況プレイやっていきましょう。今回夏の県大会準決勝からねやっていきたいかなと思います。いやー、今年もねオクトバスでね、今年も甲子園ね、ほんま出場したい。頑張ろう。さて準決勝いきましょう。さあ大谷でもいけよね、これ大谷行こうか。よし、キャッチャー調子上がってるやん。うん、オッケー、準決勝行きましょう。相手どこや。ツーツーって寝とったな。ツーって強いぞ。ツーはやばい。稲目電工と当たらんでよかったわ。ツナどこだ。マジでなんか沖学園みたいなユニフォームやな。初めて当たる、もしかして強いんじゃんこれ。お、チャンスいけるよ。さあ来た、大谷やね。ホームランしたいな。ここでスリーラン打ったらでかいぞ。おお、今のストライクか。ここ。おお、強強系。ナイスナイス。もう止まんやで。おお、4点ナイス。ワンナウ、ノート1、3でも激アツ。俺打たしてほしかったわ。できたら俺打たしてほしかった。相手やばいな、これ。犠牲フライ行こう。追い込まれるまでは。あ、追い込まれた。早っ。早っ。流し打ち。いけるいけるいける。よし。オーケー。しようない。おお、やばやば、うちのチームやばいね。4回で6-0。これ決勝でもこれ打ってくれへんかな。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。さあラッキーボーイ。いや、いいよ、今ラッキーボーイいいよ。決勝を守る人欲しい。さあさあ中盤が終わって、おお、1点取ってる。まだ中盤終わらず、前、これで8-0。 8-0 やん。え、強ない、マジで。さあこのままね強しに行こう。やばい、大谷が不調や。大谷が、でも前回も大谷ここあかんかったよね。決勝で活躍したからね。さあ、ジム、頼むで。オッケー、ナイスバッティン。めっちゃええやん。めっちゃええやん。使ってチャンス、オッケー。いいんじゃない、フェンスか。いいよ。オッケー、回った。危ない。それは危ない。それは危ない。それは危ない。オッケー。10-0やで。これは強いわ。これやばいね。いや、いいね、いいね。これぐらいの点差で。いいね。これ、抑えたら8もしかして。違う？マジで？抑えとこ。え、でも5回やろ、まだ。あ、10-0やからか。10点差やからか。おーし、ナイスボール。ナイス。いいよ。抑えたらコード勝ちやん。最後。でもこれ決勝戦に向けて体力だいぶ温存してる。今日ね、普段やったらね。ゲームやったら違うけど。開脚中心。もう一回。おーし。落ち着いて。オッケー。これでツーアウト、ランナーありません。あと1人。うん、内角、これは引っ掛けた。取れた。よし、試合終了です。準決勝、やばいね。甲子園が近づいてきました。ジム、見事な完封勝利。
準決勝を制しまして決勝。いや、めっちゃ強かったね、この準決勝、うちのチームの打線が。やばかったね。さあ、ということで、次決勝戦です。ここ勝ってまし。俺、甲子園優勝したいな。相手、ヒット一本か。これはすごかったね。チャンスメーカーナイス。チャンスメーカーマジナイス。オッケー。さあ、ということで、決勝戦行きましょう。どうする？ノックでいくか。導入する。俺、野球道具がいいな。パワーとかね。こういうの欲しい。オッケー。オクトバスってなんなん？初めて聞く日本語やわ。さあ、ということで本が決勝戦です。必ず勝ちましょう。村井くん。大谷。村井くんでいって大谷につなげたいね。村井できます。さあ、一人ジェフ賞がおるぞ。でもまあ、ジェフ賞使うか。やったら9番とかに回した方がいいよな。オッケー、これでいこう。しゃあ、頼むぞ、野球の神様。俺、また勝たしてくれ。2年連続行かしてくれ。俺、今しかないんだ。四日市来た？俺見たことないって。え？やったことある俺。これチャンスじゃん俺。え、わからへんわからへん。まだわからへんけど、グラフ見ないと。これ D とかやったら C とかでラッキーやで俺。お願いします。え？え？強ない？強ないですか？ただ勝ったらいけるよ。勝ったらいけるよ。あー、そうか、俺、村井くん3番にしてるんか。大谷3番やね。ピッチャー。いや、589。俺672ですから。うわ、強いな、このピッチャー。でも強いわ。寸前罰。寸前罰をなんか9回とかに持ってこられたいけどね。おー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 。これやばいな。これなんか自動失点しそうやな。え、強ない。どうやってそんな選手作れんの？ずっと甲子園出てるの。強いよ。これは強いですね。ただ、もう序盤に点取ってバリキー楽にしたい。強いね。オッケー！オッケー！これ多分、ホームラン打ったやろ。大谷らへん。打点1、ナイス。ナイス、菅沼くん。ナイス。これは、ここで点取ったらラッキーやで。使おうか。流し打ち。俺、あの超スローボール、狙い目やと思うで。さあ、黄色い声援がちょっともったいないな。まあ、同点追いついた。これ振り出し。ワンアウトか。いや、使わずにいける。あかん。やっちゃったー。やっちゃったー。会場がどよめいてる。お！いける！いけるよ。これ使おうす、使おうすよ。犠牲フライ。とりあえず犠牲フライ。追い込まれるまで。あー、もう早い。もうほんまね、追い込まれるの早すぎる。引っ張り。よし！よし、勝ち越した！バリ大接戦や、これ。おもろいけど、俺めっちゃドキドキするわ、これ。まだね、もしかしたら魔物が残ってるからね、わからへんよ。こういう時魔物来てくれたらね、ほんと嬉しいんやけどね。うわー、手で取った、今俺見たね、手で取ったやろ。危ないで。うわー、やばい。これやばいなー。いや、2はだからいける。いけるよ。あー、やばい。これ1やねん。1やねん、どっちも。おし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 。内角。オッケー、押された、よかった。よかった、これはよかった。ナイス。魔物、よし、これ使おう、今。
ノーアウトやろ。これは使います。使わせてください。いやー、よかった。まだわからんけどね。まあ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 。一応、進塁打になってるんで。使うよ、もうこれ。いいやん。流し打ち。送りバントもあるけど。おし！いや、抜けろ、抜けろ、まず抜けろ。よし！勝ち越し。やった。いけるよ。引っ張りいこう。引っ張りいける。打てる打てる打てるから。君は打てる。流し打ちにするべきやったか。まあまあ仕方ない。引っ張り。このピッチャーいいね。ああ、それはもうエラーせえへんやつやん。まあでも、魔物、まあ意味なかったけどね、そんなに。1点取ってくれた。ここ、ここ大事。ここ救世主使おう。さあ、どうする。ああ、そうか、さっき伝令しようか。守備力上げよう。これ難しいね。これ、相手3、これ3番4番やろ。やばいなぁ。よし、ナイスボール。どれで抑えれる？草とか一回挟む？よし！オッケー！やっぱ守備力上げるべき。めっちゃ緊張するってこれ。これ打たれたら同然やもんね。打たれたらはん。絶対はん。外角。取れた？取ってくれ！よし、ナイス大谷！あと、2イニング。あと2イニングですよ。いやーもう動揺しすぎてボタン押せへん。しゃあ行こう。うわうまいなー。うわーくそーくそー。ラッキーボーイかー。ただラッキーボーイ使いましょう。さあ行こう。打ってくれ。いいんじゃない？いいバッティングじゃないこれ。うわー取ったー。投げんかい投げんのかい。で、これね、まあ、このままでいっか。このままでいこう。うわぁ、超スローボール。やられてる、俺。ここ。よし。ここ1点取りたい。ほんまに。ちょっと飛び出してはないね。飛び出してはないから。どうする。流し引っ張りちっちょ処理よね。俺流し打ち行こう。いやファーストランナーあるからね。あー難しい。これ微妙やな。いや1点取ってるからいけるいけるいける。ここや大谷だ。前ここでホームランだったからね。そう俺期待しそうで。お願いします。さあ、ここ押さえたら勝ちっすよ。8番、9番、1番なんで、いける。スタミナ上げる。え、守備気合入れる。これできる。いけるよ、これで。よっしゃ、行こう。みんな応援してくれ。みんなの応援が必要なんだ。ナイスボール。さあ、外角。よし！ふぅ、集中して、集中して、ふぅ、内角、よし、くっさいと、オッケー、どれ使ったらいいんだ、行き合わそう、内角、よし、あとワンアウト、あと一人だよ、みんな。俺まさか2年連続いけると思わなかったね。正直。正直思ってなかったです。いつもね、いけるいける思って、負けるんじゃないかなとかも、負ける試合とかあったから、今年どうなるんだろうなとか思ってたけど、いけそう。よっしゃ！やったっすね。2年連続甲子園優勝。甲子園優勝じゃない、地区大会優勝。あったー。
かったー。歌おっか。歌おう。誰にも見せない涙があった。人知れず泣かした涙があった。よかったー。ほんま接戦やったね、これ。まあ、魔物はちょっと関係なかったんですけど、打線がやっぱね、去年以上にある。うん。いや、よかった。4対3。いい試合やった。菅沼くんと、諸星くん、大谷、ジムジム。この1番、2番、3番、4番がね、打点1ずつ上げてる。これも大きいね。すごいね。ど真ん中には投げてないねんな、やっぱ。ね。これが勝つコツやな。やりましたよ、監督。俺か。おっしゃー。よかった、みんな応援ありがとう、ほんとに。さあ、補給 A になったぞ。コントロール S いけるやん。さあ、強豪なるか？ならない。やっぱついかなからね、あかんねんな、甲子園で。はい、ということで、いや、ほんとね、ここまで来れたのも皆さんのおかげです。2年連続甲子園、ありがとう。経験上がったね、ちょっと。経験上がってるね。で、うん。いけると思うけどね。B ランクいけると思う。はい、ということで、次回ね、甲子園大会1回戦。前回2回戦で負けたんでね。今年の目標は2回戦突破を目標に、勝ち進んでいきたいかなと思います。ほんと皆様のね、ご声援のおかげです。ほんとありがとうございます。もし行動が楽しんでくれたら、ぜひ、高評価してってね。また次回の動画でお会いいたしましょう。ゆうでした。See you!